北西都市北西と北州、鎮、高料北西は中国の南北朝時代に皇子によって建てられた国。国語は単に蔡であるが、春秋戦国時代の聖や南朝の聖などと区別するために北西、都市と,と呼ぶ。国祖の交換は北義末期の六鎮の乱に加わったが、鹿守衛に鎮圧された。鹿守衛が、 高僧帝に殺されると自立して南寺主史を滅ぼし、高文帝を擁立して北義の実権を握った。後に、高文帝が、宇文康氏のもとへと逃れると、高僧帝を擁立して、闘議を立て、宇文氏の正義と対立した。547年に高官が死ぬと、長子の高清氏が後を継ぐが、その直後に、河南太公大の法慶が背いて、 宗ともろとも針に基準するという事件が発生する。高清は、母葉召集を派遣して、法慶、両軍を撃破した。両に逃れた法慶は、その後反乱を起こし、針を事実上の滅亡に追い込んだ。549年、高清が両からの後人、乱慶に殺されると、高清の弟である、高陽が後を継ぎ、翌550年に、高政帝から禅城を受け、 北西を立てた。文宣帝は、下北の支配をめぐり、北州と争う一方、北方に没降した突決を撃破するなど、軍事面では優勢であったものの、北西の国内では、君、高と呼ばれる、戦備系武人と漢族を中心とする、文人官僚が内部構想を繰り広げた。北西後期になると、さらに、温採愛と呼ばれる、 皇帝側近の勢力が構想に加わり、これら三者による対立が激化して、北西の求心力は低下した。後種の第二は、名称国立甲羅君基層が粛清され、北州や南朝の鎮に対する軍事的優位を失った上、その後も肝心官僚と恩災愛による内紛が続き、国内は混乱した。このような状況の中、 北州の武帝の信仰に対応できず敗北を続け、577年に滅亡した。王朝滅亡後、旧北西皇族は当初は武帝に、また、女系では皇官の娘の一人永仙朝皇主が、男将の長男、男との間に男子である、男皇帝を設けている。男皇帝の妻は、文、前帝の娘の中、山朝皇主である。他に、芝少男が皇官の娘をめとっている。 芝小南には柴栄、芝丹、芝霊美目の二男一女がいるが、三人の母が高官の娘かは不明で少なくとも、生死では、芝霊美目の母に関する記載はない。冒系の末裔としては、高官の重帝である高額の孫講子門の子孫が、少なくとも、東大末の旧世紀後半までに八世孫にわたって、存続している。また、講師角の妹は、町村無き。 朝村皇后兄弟の母となり、朝村皇后は、党の第二代皇帝、大宗の日の一人となり、三男四女を設けた。そのうちの三男が、党の第三代皇帝皇想である。ゆえに、孔子門は朝村兄弟の叔父、皇想の大叔父となり、党皇族と遠赤関係がある。党は907年に滅亡するまで皇想の子孫が、定位を継承したため、 最後の皇帝である相手まで、北西皇族の血筋がそちらでも存続した、剣祖文、先帝廃帝、縮宗交渉帝正祖部、制定後主要主天保官名公立、大野安氏家政天等、竹平隆史家将校、ありがとうございます。